デリフォゾル寺はイタリア、ベネト州、アルチニアの出身で日本に帰化した実業家。1969年にミラノで起きたフォンターナ広場爆破事件の容疑者とされたが2005年無罪が確定している。1966年ネオファシズム団体イット、オルディネヌオーボに加入。1968年家族が非核業を営んでいたベネト州。 メストレの支部の責任者となった。同年東洋言語研究のためナポリに移り、武士道をテーマに卒業論文を書いた。1974年、在日イタリア人の設立した小学資金制度により、来日、1980年代に日本人女性と結婚し、1989年12月18日、日本国籍を取得、東京で貿易業を営んでいる。 フォンターナ広場爆破事件の主犯格の容疑により、1980年代と2000年3月30日の2度に、渡ってイタリア政府から日本政府に対し身柄引き渡しを求められ、また1997年イタリアの捜査当局から国際刑事警察機構を通じて、警察庁に国際手配が要請されていた。ミラノ地裁は2001年6月、 車で爆弾をミラノに運んだとする証言を根拠に、被告人不在のまま終身刑判決を出した。2004年3月12日ミラノ交際は証言は、信憑性に欠けるとして、逆転無罪判決。イタリア最高裁は2005年5月3日、交際判決を指示し、無罪が確定した。1974年5月28日に、ロンバルニア州ブレシアで8人が、 死亡、102人が負傷した、ロッチャ広場爆破事件への関与が疑われていたが、2010年11月16日、証拠不十分を理由に、当地の一審で他の被告人と共に、無罪判決が出された。第147回国会衆議院、決算行政監視委員会第1分科会2000年4月20日、爆弾テロ事件で、無罪確定東京在住のイタリア人男性、 共同通信2005年5月4日、ありがとうございます。